フトッチョ・マルガレータ、または、フトッチョ・マーガレットの塔は、エストニア・タリンにある宝塔である。フトッチョのマルガレータの塔などとも言う。タリン旧市街のピック通りの北端に位置し、塔の西側には、スール・ランナ門が隣接しており、門の西側には、見張り塔が建てられている。塔は、かつては海岸に沿って建てられた外壁の門の一部を成していた。塔は、 海からの攻撃の脅威から市外を防衛することの他に港から訪れる人々に力強い印象を与えることを目的として建造された。大砲を用いた発射が行われなくなってからは弊社や監獄の他に倉庫として使用されていたこともある。塔は石で作られており、これは武器や火薬を用いるためであり、また人を閉じ込めるためでもある。名称の由来には かつて塔が監獄として用いられていた時に、そこで受刑者の食事を用意し、提供していた、マルガレータという、よく超えた女性とする説の他に、塔に据えられていた大砲の一つとする説がある。塔は、1511年に着工され、1530年に、完成された。塔は、円筒状をしており、直径はおよそ25メートルであり、 壁の厚さは4.4から6.5メートルである。高さはおよそ20メートルである。1917年に起きたロシア革命の際に火災による被害を受け廃墟と化す。1938年から1940年にかけて党の再建工事が行われた。1978年から再建工事が行われ、1981年に エストニア海洋博物館としてオープンし、エストニアの航海の歴史をテーマとして、小船の模型の他に船舶に用いられる器具、潜水装備などが展示されている。2018年1月31日より、改修工事のために、博物館は閉鎖されている。南へおよそ50メートルほど行ったところには、3人姉妹と呼ばれる建築物がある。 南へおよそ120メートルほど行ったところには、聖英オレフ教会がある。北へ徒歩で10分ほど行くと、タリン港がある。南へおよそ600メートルほど行ったところには、聖霊教会がある。南西へおよそ1キロメートルほど行ったところには、トームペア城や、アレクサンドルネフスキー大聖堂がある。ありがとうございます。